これからウォーキングベースの中で使えるいくつかの技を紹介していきたいと思います。それではまずスキップをやってみたいと思います。スキップとは連続した四分音符の中で8分音符を跳ねさせることを言います。それでは弾いてみます。弾いたように四分音符の中に見ながら跳ねた音符、このようにというふうに跳ねているんですが、これがスキップと言います。この跳ね具合なんですが、テンポが遅いときはタッタタッタタッタと間隔が広くなります。そしてテンポが速い場合にはタタタタタタというようにほとんど8分音符のように聞こえることもあります。